こんにちは J1BJT でですす2023年4月4月日日火曜日です今日は少しですね、このパドルについてね、お話ししようと思います。ちょっとね、あの前の方の動画にね、たまにね、コメントもらったりしてるんですけども、パドルの利点がわからないっていうね,ね、書き込みがね、この間ね、ちょっとあったんですね。で、パドルの利点がわからないっていうのはね、使ったことがなければわからないと思うんですけども、実際触るとで一発でわかるんですよ。なのでね、そのくらいの話をね、 ちょっととしようと思います最近ねこちら私のチャンネルであるんですけどもいろんなね動画を出してるんですけども最近やってる中で例えばモールス信号沼にはまるなと膨法縦点検禁止って書いてるんですけどもねこれねあの初心者の人が CW を始めるにあたって最初にねやるべきこと膨張法は触らない膨張、えっと、法はねやらない方がいいですよって話をしてるんですけどもそのにね 学習ペースをどうすするるかかってて話とかもしてるんですねこの辺りのね続きの話になりますでこれ少し前に出したものなんですけども CW 習得への道のりとしてまずね最初のステップとして個々法で CW の符号を耳で覚えましょうとこのねアルファベット26文字数字10文字記号5文字を合計41文字ですけども耳で覚える15ワードパーミニッツ以上ですね1分間に75文字相当ぐらいのねスピードで 打たれた音を1文字ずつはね識別できるようにしようっていうのが23週間でできちゃうことじゃないですかって話をしていますそれが終わった後に CW の符号をねパドルで送信していくっていうのがあるんですけどもその話を今日しようと思いますで実際にね更新をしていくっていうところはここに書いているんですけども CW の習得に関してはこの実際に更新をしていくここからが修行の始まりなんですね実際はなのでこの この修行を始めるにあたって、その前のステップ1、ステップ2という形で、準備段階っていうものは、なるべく早めに済ませた方がいいんじゃないかなということで、効率よく効果的に正しい学習方法は何かということを説明しています。はい。で、僕のね、動画の方でね、最初の方にあったんですけども、まあ、この CW-1 っていうですね、このパドルを使って、 最初に無線機、上にありますけどね、IC705 とパドルを最初に買いました。おととしの12月ですね。それを買ってから、すぐにね、練習を始めたんですけども、1週間ぐらい経った時にね、パドルをね、右手の打鍵だけじゃなくて左手でもできますよ、みたいな話をちょっと上げた動画があったりします。それは1週間かな ?10 日だったかなまあ、そんな感じなんですけども、まあ、その時に打ってるのが、右手で普通に打ってるのが20ワードパーミーツですね、速度としては。 もうあの聞ける速度としては文字速度を20ワードパーミニツになっているので、文字速度はですね、文字速度は20ワードパーミニツで聞けてるので、打鍵も20でやってたんですけども、まあ実際にはね、デビューするときにはそのスピードで打ってしまうと、実際の受信が間に合わないので、もう少し落として15ワードパーミニツぐらいから打ってるっていうのもあるんですけども、まあそのあたりはね、およいお話し,しますけども、今日はどうしてそんな風に短い時間で 実際にに更新ができきるよううなっっててたのかっていうことを本当にね、このパドルをね、どんな風に使うのかってことを含めてお見せしたいと思います。YouTube にあるんですけども、モールス通信入門第3章、エレキーの基本操作法。これね、g h d k さんの古い動画だと思うんですけども、14、5年ぐらい前に YouTube にアップロードされているものがあります。 ちょっとね、画像はね、少しこう古めな感じがするんですけども、内容はしっかりしていて、この動画を2、3回見ただけで、私はこのパドルを覚えました。うん、そのくらいのもんですね。非常に簡単ですけども、勘所が分かっていれば、それで全然できてしまうものです。まあ、前提条件としては、先に音で符号を聞くっていうことをクリアしてることですね。41文字、音を 耳で聞いて符号として理解できる。しかもそれが15ワードパーミニッツ以上のね、速度です。それがね、2、3週間でね、できると思うんですけども、マスターしているので、その上で打検練習を始めるっていうのは、ものすごく簡単。そういう話です。ちょっとね、これあの、少し再生してみ、ね、ましょうかね。まあ、こういう風にあるんですけども、端点の練習、頂点の練習、スクイズの練習、こういうのがね、あるんですね。 これね、模式的に書いてるんですけども、短い音、長い音、それぞれね、これで出していくんですけども、これ押してる長さがね、左から右に流れていくんですね、ピーっと。で、これはパッパーという音なんですけども、パッパーという音は A なんですけども、パッパーというのはこの通りに押せば出ますと。それだけなんですね。ちなみにこのエレキーの素晴らしいところは、これね、 先にこれを打つと、点が出るんですけども、点が流れてる間に、こちらを打つと、一拍置いて、長い音が出るんですね。ちょっとね、15だとね、あの、普段打つのは15なんですけど、説明のするのにね、ちょっともうちょっと長くないとね、僕、うまくてないんでね、少し落としますね。10、10ぐらいまで落とします。この音はね、通常はね、モールスとは知ってはき。 え、調べの音としては聞こえないんですけど便宜的に10にします。こんな感じですね。この音はね、今すごく遅いんですけども、これが A の音なんですけども、この短い音、短い音と同じ長さの間隔、長い音、これは1対3なんですけど、1、1、3っていうのが、 正確な音として出るんですね。正確な感覚で流れるので、あなたがもし今日始めたという人であっても、これを見て、ってやると、これはダメなんですけども、これを見て、とやると、完璧な音が一発目から出るんです。これは完璧な音です。完璧に正しい A という符号が、一瞬にして出るんですね。これがエレキーの 威力ですこのパドルとエレキーを使って、こういう打ち方をすると、最初の最初から正しい方が出るんです。誰に対しても文句の付けどころのないような音が一瞬で出てしまう。これがエレキーの最大の利点です。で、実際のね、練習方法はね、例えば短い音を出しますよとか、長い音を出しますよとか、一つ一つの音を出しますよってあるんですけども、それはね、 こちらの動画にきちんと解説されてるんで、これをね、見ていただいた方がいいと思います。私の方からは、この動画を見ればわかる話なんで、きちんとした人がやってるものを見てくださいとしか言いようがないんですけども、こちらで勉強してみてください。説明の都合上ね、10ワードパーミニズと測り始めてますけども、A は、これだけですね。完璧な音です。完璧な音です。 これが最初の一発目から出せます。はい。一応ね、比較のためにね、パドルの横に縦の電源をね、ストレートキー持ってきました。これは僕普段使ってないんでね、叩き方違いますからね、あえてこういう風に打ちますけども、正しい叩き方ではないです。そこだけね、ご了承ください。縦の電源でどんな音が出せるのかというね、話だけです。短い音は、長い音はその3倍。これをね、例えばじゃあ10ワードパーミニッツだったらそれが何ミリセカンドとかとかね、 わかんないですよね。15にしたらどうなるかってわかんないですよね。じゃあ打てますかって言った時に、この短い音なのか、長い音なのかっていうのは、全部自分でアナログでコントロールするわけですよ。短い音の長さもそうですし、長い音の長さもそうです。そしてその間もそうです。3つアナログの時間を正確にコントロールするということが必要なんですけども、それをマスターするためにかかる時間っていうものは、 2 3分じゃ無理ですよも、ね、のの一瞬でそれをマスターできる人っていうのはいないと思います。一方、パドルはですね、これを設定すると、今10ワードですけども、15にします。例えば15ワードパーミンツだと、これを押せば、短点は必ず正しい音が出ます。長いのも正しい音が出ます。そして、パドルの打ち方として、正しく打てば、 これは15ワードパーミッツの A として完璧な音が出ます。じゃあ20にしましょうか。これ20にしました。これも20の A の正しい音です。じゃあ25。これも25の正しい音です。完璧な音が一瞬にして出せるのがこちらの利点です。一方、ストレート機でそれができるという人はほぼいないと思います。 これでね、15ワードパーミーツにしてますけども、これでね、ちょっとパドルをね、叩いていきます。皆様ね、おなじみの C 級ですね。スクイーズっていう打ち方があるんですね。スクイーズっていうのは、つまむみたいなね、こういう感じなんですけども、一つまみをすることで、そのね、タイミングを変えることで、一回のつまみ方で、 文字をそのまま出すことができるそれがね A とか C とか F とか K とかこういうものになってますっていうのがあってこれがねこんなふうに模式的にねあるんですねこの動画ではこれがね音とともにずっと流れていくのでこれを見ればね絶対わかります例えばこうなってどうなってるかっていうとこれとちょっとね再生しますけど指人差し指こんな感じですよね。すすぐにに親指指と人差ししを同時に離します まあこんな感じになります。C は人差し指と親指をほぼ同時に押し、ツーとツーとの二つ目の頂点が出たら素早く同時に離します。まあこんな感じになるわけですね。こっちでやると一回つまんでるだけですよね。だから C はこうです。 ちなみに Q はつまんでつまんでってだけで c q が出るんですね。これものすごく便利だと思いません音はちょっと違うんですけども、えー、C とか Q とかを1個ずつ打つとしたらこんなふうになります。これね今ねあのしっかり打ってるんで。 こちらの点とこちらの点の間の間隔はちゃんと端点一つ分でね綺麗に打ってますでもこれ最初のうち慣れない位ちだったこれがずれちゃうとどうなるかっていうと感覚がね文字の間がばらけてしまうことがあるでもこうやってスクイーズっていう形で打つと文字がしっかりね1文字が綺麗に打てるんですね C ですよ これだけです。つまむだけ。これで完璧な音が出るんですね。で、この文字と文字の間っていうのは自分で開けなければいけないんですけども、文字と文字の間はね、文字を打って次の文字を打つっていうこの感覚は自分で調整しなきゃいけない。ここだけ調整しなきゃいけないんですけども、これをしっかり調整すると、こんなふうに打てます。 今ね、CQ と CQ の間っていうのは文字と文字の間じゃなくて単語の単語と間っていう形でねもう少しこの間隔が空いた形になるんですけどもそれはたくさんの正しい符号を聞くことによってだいたいこのくらいかなっていうのが分かるようになります今15ワードパンミーミニツで打ってるんですけどもそれを打つためには正しい符号をですね 15ワードパーミニってずっと聞いていれば、それが頭の中に染み付いて、その感覚で打つという練習ができます。もしそれが難しいんだったら、LCWO とかを使ってね、えー、機械的に PC にそれを打鍵させるという方法もあります。はい、これね、今 LCWO でテキストを CW に変換するっていうメニューがあるんですけども、そこにね、今 CQ、CQ と打ちました。15ワードパーミニッツでこれをね、出してもらいます。 変換ってやるとこれがね出るんでね流してみましょう正しい音を聞いて正しい音に近いように打っていくこれができればねすごくね短期間にものすごく上達しますすぐにね打てるようになります これでね、ちょっとね、あの、簡略化して書いてますけども、CQ, CQ, DE, JA1BJT, JA1BJTK。これをね、打ってみようと思います。変換します。15ワードパーミニッツです。 てみま,しょうかまあこんな感じでね練習をしていけば。 より正確な符号が打てるようになります。まあ今日のところはね、このくらいにしておきますけども、パドルを使って練習をするっていうのは、こうやってね、あの符号をね、え文、ー、として聞いて、文として打つっていうものはありますし、一つ一つの音をですね。例えば A、B、C、D、E、F、G。こんな感じでね、 あのやっていくんですけども、自分がまず文字をイメージして、その音をね、想像するわけですよ。パパー。そうすると、文字から音、音から実際の打鍵打鍵をしているときに、えー、この打鍵をした後のですね、無線機のスピーカーからモニター音が出るわけですけども、それを聞いて、その音を聞きながら、この指をどこでね、 動かすのを止めるかとかってことを判断してるんですけども、そういう形でね、音を聞きながらこの指を動かしてきます。そうすると最初のうちは聞くことだけで精一杯だったのが、聞いた音を再現するのに、どうやったらこうやって打てるかっていう指の動き、あと符号としてパパーという音っていうのを自分で再度また耳から聞いていくことで、どん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 正しい音が自分の体の中に染み込んでいきます。 この時に合調法でやって語呂合わせが出てきてしまうと、ものすごく、時間がかかってですね、阻害されてしまうんですけども、合調法の音とかがなしに、単なる音として、パパー、トツー、なんでもいいんですけども、そういう、無機質な意味のない音の連続として、一つの音として、これが A。A は、っていうのが指の動き、耳で聞いてもわかるし、 実際に口からパパーということもできる。ここまで繋がると記憶が完璧に定着した形になります。ここまでできれば聞くことと打つことがマスターできたってことになります。で、こんな感じで言ってますけども、本当にね、受信でね、きちんと聞けてるんだったらね、このパドルを使った送信っていうものは <laughs>、ものの1日2日で終わっちゃうんですよ。15ワードパーミンズで打つってことで一、ね、1日2日で終わっちゃって、それを例えばじゃあ15を 例えば18にしますとか20にしますとかっていうんでね。こんな感じでスピード上げていくっていうのも1週間とか10日でできちゃうんですね。なので CW をやろうかなと思ったら真っさらから始めるんだったら LCWO で2、3週間で符号の受信を覚えて。 それもね、1日1時間かかんないレベルですよ。それで2、3週間で覚えますと。その後にパドルを使ってちょちょっと叩くと。1週間か10日でもう全然叩ける状態になってますと。あとは度胸があれば、実際の CW の更新に出ていけちゃう。そのくらいのものなんですね。で、今言った話はね、あくまでもこのステップ1の次のね、ステップ2なんですけども、このね、単なる準備段階の話です。 準備段階なんでね、1ヶ月ぐらいで終えましょうという話をしています。その後ね、実際の更新でどうやっていくかっていうものは、またあると思うんですけども、それはまた別の話になるんでね、次の動画以降でね、またお会いしましょうということになります。はい、じゃあどうもありがとうございました。最後にね、あの、これで、さよならって打ちますけども、CW でさよならって打つのって色々あると思うんですけども、73ってね、73っていう風な打ち方することが結構多いですよね。 7と3っていうのは、この、こっちが2個、こっちが3個ってね、あの、数えるわけじゃないんですけども、逆に、なんかこう、対照的な音なんですね、音としてね。なのでね、すごく響きがいいのかなって気がするんですけども、これはね、リガードですね。英語で言ったらベストリガードっていうのが 73TB ですね。 よろしくお願いしますみたいなことが73です。まあさよならと同義でいいと思うんですけども、本当にさよならの場合ね、グッドバイですね、GB。こんな感じで打ちます。TU はね、ありがとうなんですけども、ここの、これがね、詰まっちゃうと、X になっちゃう人がね、結構多いんですけども、これはね、 X って打たれてもそれは tu だっていうふうに理解した方がいいと思うんですけども自分から打つのはやめた方がいいです。これは初心者のうちから気をつけた方がいいと思うんですけども乱れた符号崩れた符号を聞けたら聞けたでいいんですけども自分からは絶対に打たないようにする。そういうふうにしていくことによってよりね洗練された打鍵ができるようになると思います。 J1BJT でした。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。